すでに道は開かれた。いざ。いやあ、君か。また来てくれたんだね。クイズをやってくかい？そう来なくっちゃ。さてと、それじゃあ僕はちょっと着替えてくるから、ほんの少しだけ待っててね。それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。何やってんのさ。この曲を聴きたいがために用もなく戦うって人もいるらしいね。ザ・サードでも聴けるって知ってた？機会があったらぜひ過去作品も遊んでほしいな。よく考えなよ。ブッブー、外れー。残念、ここで終了だよ。で、どうさてと、ほんのそれじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。勘弁してよ。これだけの額、どうやって持ち歩くんだろうね。古代文明の名前と同じだよね。確かすごい武器を作れる石にも同じ名前がついてたっけ。ここまで来ると FC の頃のレベルが可愛く思えるよね。よく考えなよ。機会があったらぜひ過去作品も遊んでほしいな。こんなのがあったらレーベとかすごく高そうだよね。よく考えなよ。残念、ここで終了だよ。でさて、ほんそれじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。ヨシュアキュンのハーモニカでおなじみの曲だよね。古代文明の名前と同じだよね。確かすごい武器を作れる石にも同じ名前がついてたっけ。なんかあったらヨシュアと一緒の時エステル君は戦闘にならないよね。ブッブー、ハズレー。こんなのがあったらレーベとかすごく高そうだよね。
賭博士と道化師、ペテンにかけるって点では似た者同士だよね。よく考えなよ。何やってんのさ。残念、ここで終了だよ。で、どうし、さて、ほんの、それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。フランス語あたりと思わせて、実は英語のもじりなんだよね。機会があったらぜひ過去作品も遊んでほしいな。僕の好きな登場人物はやっぱり敵役のハーレクイーンかな。同じ敵役同士なわけだしね。賭博士と道化師、ペテンにかけるって点では似た者同士だよね。照れなんかあったらヨシュアと一緒の時、エステル君は戦闘にならないよね。よく考えなよ。ブッブー、ハッブレー。勘弁してよ。残念、ここで終了だよ。で、さて、ほん、それじゃあ早速始めるよ。準備はもうできてるよね。これだけの額、どうやって持ち歩くんだろうね。古代文明の名前と同じだよね。確か、すごい武器を作れる石にも同じ名前がついてたっけ。よく考えなよ。この曲を聴きたいがために用もなく戦うって人もいるらしいね。ザ・サードでも聴けるって知ってた？こんな単位大きすぎてめったに使わないよね。この曲を聴くとクリアまでの苦労も報われた気になるよね。やってんのさ。君はどれくらいプレイした？誰かが言ってたけど、ゲームは1日1時間にしときなよ。彼ってなかなかいい声してるよね。ま、僕にはかなわないと思うけど。どう？ミラー足りてる？このクイズ割はいいけど、そう簡単には稼がせないよ。どうやらクリアできたみたいだね。おめでとう。さすがだね。君はもう立派な空の奇跡マスターだよ。さてと、もう十分楽しんだし、僕はこの辺で帰ることにするよ。まあ気が向いたらまた遊びに来てよ。その時はいつでも歓迎するからさ。それじゃ、バイバイ。
Thank you.